マユマロ体操は、幼児期・小学校・低学年期の子どもたちの体力・運動能力を向上させることを目的とした体操です。マユマロと一緒に楽しく体操を続けることにより、体育・スポーツの基本的な動きを身につけましょう。前操では体をほぐしましょう。 元気よく、その場で足踏みした後、両手を頭の上で大きく振って歩きます。おおっと、大きな声を出しましょう。頑張るよ。おお。握力を高める運動です。両手をしっかり広げた状態から、脇を締めて、両手をぎゅっと握りましょう。下半身で、柔らかくリズムを取ってください。 股関節の柔軟性と正しい姿勢を獲得する運動です。体を落とすときは、太ももを水平になるまで落とし、両手を上に向けましょう。上に突き上げる動作では、手のひらと顔が真上に向くように、胸も上に向けましょう。前や後ろの柔軟性を高める運動です。 歌の1番は前、2番は後ろへの動きです。1番では2回クロスして2回前、体を曲げるときに息を吐きましょう。2番では後ろで2回クロスして2回後ろに体を反らしましょう。余裕のある人は体を後ろにひねりながら反対側の膝の後ろを手でタッチしましょう。 瞬発力を高める運動です。反復横跳びの要領で、2拍でジャンプしましょう。スムーズにできる人は、1拍でジャンプすることにチャレンジしましょう。難しい人は、両足ジャンプで移動してください。 バランス能力を向上させる運動です屈伸からジャンプして飛行機の姿勢を作ってください飛行機の姿勢が作れたら体を動かしてバランスを取りましょう難しい人は屈伸をせずに飛行機の姿勢を作ってください投げ動作の獲得です両手を2回 内回りに回し、ガッツポーズの位置まで肘を上げて、投げる方向に顔を向けて腕を思い切って振り下ろします。次に反対方向も同じ動きをします。投げる方向に腰を回して投げましょう。ジャンプです。思い切りジャンプしてください。 後ろに引き上げた両腕を前に勢いよく振り上げるタイミングと、地面を押すタイミングを合わせてください。高く飛べる人は、いろいろなポーズを取りましょう。安全に着地してください。瞬発力とバランス能力を向上させる運動です。前後左右にジャンプします。 一拍で中央に戻って、すぐにまたジャンプします。腕を上手に使って、素早く方向転換してください。次は、複合的な動きです。ジャンプしながら、両手を頭の上で叩くことを四回繰り返し、その後、両手と両足を前に四回上げます。 余裕のある人は四回の連続した動きの中でその場で一回転してみましょう。マユットポーズです。しっかり両足を広げて腰を落としましょう。指先を見てください。感想はその場で足踏みです。前に戻す手のひらで。 太ももの裏の下の方を軽く叩いてください膝は姿勢が崩れない程度に高く上げましょう手を後ろから前に勢いよく戻してくださいうまく腕が触れるようになったら歩いてみましょうまたいろいろな動きも取り入れてみましょう